改めまして The Alfie の坂崎幸之介です。桜井勝です。 The Alfie 終わらない夢、全国のリスナーと一緒に大好きな音楽、愛すべき仲間たちとつながっていく1時間でございます。はい、番組タイトルにちなんで皆さんの夢にまつわるメッセージをたくさんいただいておりますよ。はい、はい、ありがとうございます。まずはですね、愛知県のノンタでした。はい、以前車を作る人になりたいという夢を持ち、愛知県ですもんね、某自動車会社の整備部を目指した、うん、甥っ子の話を読んでいただいたものです。読みました？あったね。甥っ子はこの春、うん、無事就職したことをご報告します。あらま、はい、おめでとうございます。よかったね、一緒に社員教育を受ける仲間は営業なども含めて、合わせて100人もいると聞き、うん、車は大好きでも人混みは苦手な彼が満員電車で揉まれた上に100人に囲まれていることに耐えているなんてすごいと感心してしまいました。さらに泊まり込みで中国地方の本社で、最終研修を受け、やっと配属先が決まったとか、頑張ってほしいですという。なるほど。本当あの大企業というのはね、全国、いや今やもう外国も含めてですからね。そうですね、どこへ行かされるか分かんないですもんね。そうなんですよ、大変だよね、そういう意味じゃね。あの自分のやりたいところに、行けて、ね、就職できて、あの、まあ、それも本当に大変なことだけども、やっぱりそこへ入った後ですよね、ですね。問題は一つの夢が叶ってこの後どうするかですよ。私のおじさんもですね、やっぱ飛行機の整備をやりたいっていうんで、自衛隊に入ったんですけど ね、 すごいね、飛行機の整備やりたかったんだ。でもね、あの入った人は、その専門的なあのところへ行く前に、全員が3ヶ月かそのぐらい、基本的な訓練を受けなきゃいけない。自衛隊のもう毎日ほふく前進してたらしいですよ。それは大変ですね。それから航空とか海とか分かれて、分かれて、ね、わ、それ大変だね。でもなかなかそこから整備の仕事にまで行くっていうのは大変、なかなか行けなかったらしいですけどね。大学の一般教養みたいなもんだね。本当だよね、大変だ。専門職に行くまでには本当に道のりは長いですからね。まあでもこうやって夢の自分が行きたかった会社にね、入って、僕らで言うとやっとレコードデビューできたって。そうだよね、一つの夢が叶ったけど、今度はそれが売れなきゃ、ヒットしなきゃいけない。成功するにはですね、そっからだ。そっからまた勉強もしなきゃいけないし、大人の世界ってこういう世界なのかっていう嫌なところも見なければいけない、そうですよ。そう、ね、で反発だけしていても外されてしまうし、そう、それがうまく流されるようになるには。私なんかあの最初からずっと流されっぱなしですからね。本当ですか。そうめんみたいな人生ですからね。流しそうめんだけじゃないよ、そうめんだって。止まってるそうめんもあるよ。そっか。まあね、とにかく見守ってください。はい。ね、おいっ子の。頑張ってくださいよ。頑張ってくれると思います。はい。はい。